はいどうも、四大陸の反田武です。そして井上です。前回に引き続き投手井上力選手に来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回から井上力選手にはですね、トミー・ジョン手術体験記みたいなシリーズでお話しいただいてるんですけども、まあ、今日のテーマはですね、トミー・ジョン手術からのリハビリについて聞いていきたいと思いますので、はい、これからですね、まあ、トミー・ジョン手術のリハビリに直面しているとか、もしかしたら自分がこれからトミー・ジョン手術を受けなければならないかもしれないみたいな選手の参考になればと思ってお話聞いていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。よろしくお願いします。トミー・ジョン手術を受けたのが2019年の10月、もうだからだいたい2年と2ヶ月3ヶ月ぐらい、はい、今現在はもう痛みはないんですかね。全くないです。あ、全くない。痛みがなくなったのってどのぐらいの時期からですか。ちょうど2年目の去年の10月からですね。あ、去年の10月、はい、あ、でも2年経ってからやっと痛みなくなったかな。なるほど、なるほど。じゃあそれまでは、まあ、ある程度痛みを抱えながらプレーするみたいな、はい、じゃあその中で手術を受けてから全く投げれない期間みたいなのもあるわけじゃないですか。あ、あります、あります。から投げれるようになったけども、まあ、全力投球はできない。で、全力投球できるけど痛みがあるって期間を経て、今では痛みもなく全力投球もできるような期間と、この間のリハビリっていうのは、まあ、いくつかこれもフェーズがあって移り変わってきたみたいな感じなんですか。そうですね。初めは、まあ、ギブスで完全固定で、うん、使えないようにっていうことだよね、はい、2週間から3週間ぐらいかな。例えば一部固定っていう感じで完全に落ちたやつを上半分だけ切り取るんですよ。そしたら手首の屈曲伸展ぐらいはできる。あ、じゃあ最初はもう手首も使えない。じゃあどうやって生活してたの。あ、もう左で半分切ってから、まあ、手首の屈曲伸展の運動から入って、うん、っていうのも、まあ、2、3週間使わんかったらもうあからさま腕の太さが変わる。全然右めっちゃ細い、もう骨だけみたいになるんで、ちょっとずつ筋肉つけていって、うん、それ最初はどんなリハビリからやってたんですか。手首の屈曲伸展、うん、あ、もうそれぐらいの本当に簡単なことからやってたんだ、はい、病院には週1回から週2回ぐらい通って、うん、ギブス取って洗ってもらって拭いてもらって、うん、治療室でまずマッサージしてもらって運動して、ギブスは下だけで、あと包帯で巻くんですけど、そこからは巻き直して、うん、でまた数日後行くみたいな。術後1ヶ月ぐらいまではそんな感じです。最初のフェーズみたいな、はい、でそこから装具っていうまた新しいのに変わるんですけど、はいはいはい、肘が今度動くギブスみたいな、服は黒色で作ったんですけど、色とか別にどうでもいいおしゃれ出してもらっていいんだけど、その装具の意味は人体が定着しない状態で外反ストレスっていう、このこっちの方向にストレスがかかってしまうと人体がまた切れて、もう一回トミー・ジョン手術受けないとダメなんていう、この動きができるんですけど、この動きが入らない。関節ってもともとこっち側にできてるけど横側ってできてないもんね。その装具をつけて今度はこういう運動する。例えばチューブ使ったりとか、野球ボールぐらいの軽い重りのやつを持って曲げ伸ばし、肘の曲伸展リハビリを、まあこれも1ヶ月くらい続けたんですね。で、術後から2ヶ月間はこんな感じです。なるほど。誰ですか、ちょっと雪降ってきて、めちゃくちゃ寒いからもうちょっと頑張ってやっていきます。で、じゃあ2ヶ月終わって、はい、まあ、この動きしかできないとこからこれができるようになって、はい、その次のフェーズ3ヶ月目からっていうのはどういう感じになってくるんですか。装具取れてからはもう腕全体の筋力が落ちてるんで、うん、チューブのトレーニングですね、はいはい、よくやる、はい、こういうのとか、こういうのとかで、まあ、チューブ系のトレーニングをメイン でなんか初めの方は、まあ、これは今でも覚えてるんですけど、装具初め取った時はおっしゃっと取れたみたいな、嬉しかった。黒の装具とかって気に入ってたんじゃないのいや、まあ、気に入ってて、まあ、ちょっとおしゃれかなおしゃれではないけどまあ取れたら取れたでね、はい、まあ解放に向かってたからねって思ったんですけど、めっちゃ怖くて、例えばちょっと物を持つんとかでも、ああ、めっちゃ重いみたいな。ああ、そうなんだ。それは感覚的なもんなんかな。実際に筋力が落ちてるから分かる。あ、多分筋力落ちてる。あ、そうなんだ。まだ腕も全然細かったんで、でまあちょっとずつ腕の筋肉をつけていくトレーニングっていうのを、まあ半年ぐらいしてから、うん、半年もかかるんだ。そうですね。でもう軽いキャッチボールしていいよ。ああ、ようやく半年後から軽いキャッチボールができるようになると、はいはい。じゃあ半年が経って軽いキャッチボールをし始めたあたりのリハビリっていうのはどういう感じになってますか。基本的にはそのチューブトレーニングとか、うん、まあ、継続してやっていくと軽いダンベルとか持ってトレーニングを継続していくんですけど、うん、スローイングのメニューが2日投げて1日休むっていうのを1ヶ月間繰り返すんですけど、うん、初めの1週目は5メートルを10球投げて終わりみたいな。もう5メートルとかそういう距離から始めるんだ。で2週間目が10メートルみたいな。でそれを10球投げて、次の日も10球投げて、もう投げていいって言っても10球とかなんだ。あ、そうそうそう。で3週目が10メートルを20球、はいはいはい、もう本当にゆっくりゆっくりリハビリを重ねていくみたいな。で途中で多分痛みが出たらちょっと戻ったりとかもするみたいな。あ、やりました、やりました。10メートルでもやっぱちょっと
と指にかかってピュッって言うともポルト、うん、バーンってあったみたいな。そうなんだ。まだあったんで。そうだね。だってちょっとしたもの持つのにも重いって言ってたぐらいだから、はい、ボール投げるなんてボール自体は軽いけどもやっぱスピードがかかるとそう重さっていうのはすごくかかるから、はい、でじゃあそういった、まあ、ちょっとずつちょっとずつ距離を伸ばしていきながらボールを投げていくみたいな期間っていうのはどのぐらいかかったんですか。結局やっぱある程度、まあ、普通にプレーできるぐらいまで、まあ、1年ぐらいは、あゆっくりゆっくり、まあ、ちょっとは投げて休んで距離伸ばしては縮めてっていうのをまあ1年ぐらいやってから、投げ始める時点でもう半年経ってるけども、はい、そこから1年間かけて、まあ、じっくりじっくり投げながら全力投球は、まあ、ほぼなしでリハビリしていくみたいな、はい、で1年半が経ってようやく全力投球ができるようになるみたいな。 あんま言えないですけど、昨年プレーした茨城アストロプラネッツのプライベートトライアウトみたいなのが、あ、じゃあちょうど受けてから、あ、1年後ブルペン投げて球速測ってみたいな感じで、当時の全力では投げました。140キロで140キロ実を1年で出しちゃダメでしょ。出しちゃダメです。だからあんま言えないっていうのは、はい、こう先生とかに対しては、これ島田先生見てたらもう怒られる、怒られるやつだね。まあでも、まあ、そういう大事な場面で投げれるくらいには1年経てば、まあ、なんとか回復してきたっていう、はい、そうですね。野手とかやと8ヶ月ぐらいで実戦も復帰できるんですよ。あ、そうなんだ。ピッチャーだとその1球1球のかかる力とかも全然違うからね、はい、投げる数も違うしね。違うんで。そうだよね。やっぱりその1年から1年半の期間っていうのはすごく不安だったし、以前のように投げられるようになるのかっていう葛藤とかってあったと思うんですけども、はい、まあ、どんな気持ちでリハビリとかやってたんですか。日に日に良くはなってたんと、術前がもう絶望的に、でも1年ぐらいずっと絶望してたからねで、もう痛み止めとか1日3錠しか飲んだらあかんやつ10錠ぐらい飲んだ。やめとけってそういうの。もうこれ以上悪くなることないよ。あ、そういう逆に言えば、まあ、吹っ切れた部分みたいなものがあったから、はい、まあ、ここからはもう良くなるしかないと思ってやっていけたと。そうです、はい、まあ、最断裂だけちょっと気をつけてそうなったら最悪だからね、はい。じゃあだいたい1年から1年半ぐらい経ってようやく全力投球ができるようになってくるという期間が、だからだいたい昨シーズンの、まあ、シーズン始めぐらい、キャンプが3月始まって、はいはいはい、で3月普通に試合とかも投げてたんですけど、うん、投げれんことはないけど、うん、めっちゃ痛いなっていうのはありながらも投げてたっす、ね。その痛みの程度っていうのは、例えばそのトミジョン手術を受ける前と比べると、はい、受ける前はもう痛み止めないと絶対投げれなかったんですけど、で、あと人体自体が常に断裂してたんで力が入らない、勢いで投げてしまうみたいな感じで、体の流れで投げるみたいな。あ、そうです、うん、だったんですけど、キャンプの時とかは力はもう入るようになってるんで、触れるけど自分でコントロールして腕も触れるし力も入るけど痛いみたいな感じ。なるほどなるほど。じゃあ受ける前よりはだいぶ感覚としてはいい状態というか、う、完全な状態に近い形だけども、まあ、痛みはあるみたいな。であればね、かなり良くなってるなみたいな実感はあったのかなというふうに思うんですけども、はい、昨シーズンはそういった形で痛みを抑えながらのシーズンっていう感じだったんですけども、それがプレーに影響したりだとか、シーズン中もっとこうだったらよかったのになみたいな思いっていうのはあったりしたんですかね。正直痛みないに越したことはないですけど、プロとしてやってる以上マウンドに上がった時点でもうそういうのは一切言えない職業ではあるので、あそこは特に関係はないから。じゃあ例えばこれからトミジョンを受けるっていう選手が、まあ、1年半後2年ぐらい経ってシーズン痛みを抱えながら入ることは一応可能ではあるという感じなんですか。まあ、可能ではあるけど、プロじゃなかったらやめ、絶対プロじゃなかったらやめちゃう。進めはしないと。マジで痛かったです。ああ、そうなんだ。で、あと、スライダー、カットケース、うん、手首逃がさない、球種投げるときとかは、特に。痛みがこっち側のが痛いんだ、はい、こっち側より。こっち側の方がね、なんか人体が引っ張られる感じがあるから痛そうなイメージあるけど、逆なんだ。そうですね、このままロックして投げるんで、うん、もろ肘に負担くるんで、カットとかスライ、僕スラピーなんて言ったんで、うん、結構投げのしんどかったなっていうのはあるっす。じゃあそういったシーズンに痛みを抱えながらしていたリハビリっていうか、最終的なフェーズで投げながらしていたリハビリっていうのはどういったものがあったんですか。まあ、いろんなこと試したんですけど、まあ、一番肘の負担を減らすために大事なのはモビリティを上げるっていうことで、肘に一番負担かかるタイミングが最大外旋可動域、はい、この最大外旋可動域っていうのは肘と肩と胸の割合がどうなってるかで肘の負担って変わってくるんです。なるほど。それが分散できればいいってことだもんね。そうです。で、肩と胸が悪いと全部肘に負担がくるんで肘が痛くなるんですけど、肩と胸のモビリティを出したることで肘の割合が減るっていう。
だから肘の周りだけやっててもダメで、肩だとか胸郭みたいなところのトレーニングをしっかりやって可動域出したりとかバランスを整えたりとかしていくと肘の負担の軽減にかなりつながる。あ、てかもうそれが一番大事。そうなんだ、まあ、前の動画で今の知識だとか、まあ、トレーニングだとかができていればトミジョンをもっと回避する方法ってのあったかもしれないっていうふうに言ってたんですけど、まさに今言ってくれたようなことを知っていたらよかったみたいな感じなんですけど、はい、全くやってなかったんで、アメリカの時とか胸とか硬いイメージあるもんね。じゃあ股関節とかやってたんですけど上半身あんまやってなかったんで、マジでやっとけばよかったんで。なるほど、これは今から、まあ、野球を続けていくピッチャーにはぜひやってほしいと思います、はい、ます胸のトレーニングって具体的にはどういったトレーニングやるんですか。目指すところは僕は基準としてるのはブリッジですね。あー、ブリッジ、まあ、ブリッジ綺麗にできるようにっていうのと、まあ、ブリッジしながら、まあ、ブリッジから体勢変えたりとか、ね、はい、まあ、回転したりとか、うんうん、でブリッジしながら起きたりとか、で立った状態からブリッジしたりとか、そういったことをやってこの周り全体のモビリティを上げていくと肘の負担の軽減につながっていくと。まさに胸と肩のモビリティのエクササイズに最強やと思う。あとは何かリハビリ関係で伝えたいみたいなのっていうのはあるんですか。僕は大丈夫やったんですけど、僕の周りでトミー・ジョンを受けて肘の次に肩やったって人が結構多くて。ああ、そうなんだ、やっぱかばっちゃうというか。そうですね、なんで肘のケアだけじゃなくて、まあ、肩のケア、トレーニングですね。例えばもうケーブル引いたりとか、はいはいはい、まあ、それこそ、まあ、J バンドとかでもいいんですけど、まあ、肩周りですね、まあ、ローテーター下腹筋って言われるところですね、はいはいはい、まあ、そういうところをまあしっかりアプローチ入れとくことが肩肘守る上でかなり重要なポイントかなって僕もまあ継続してやってるところではあります。なるほど、もしこれを見てですね、まあ、肘とか肩に不安を抱えている選手やリハビリのぜひ参考になったらいいなというふうに思います、はい、では井上と今日はどうもありがとうございました。日本大陸の鶴田健でした。